こんばんは。ちょっと髪の毛がボサボサ。髪の毛がボサボサ。お、大輝くんがペンギンアイスありがとう。ようやくできました。ようやくコピーができました。なんかずっとリンクコピーできませんできませんって出てて、え、なんでこんなにできないんやと思ってたら、なんかイズリナさんの写真がイズリナさんの写真を公式みたいなやつを画像保存してたんだけど、それが多分画質良すぎてその1枚がエラーだったらしくて、伊豆さんの写真でずっとエラーだったらしい。なんだよ。公式のやつだったからあまりにも画質良すぎたらしいです。なのでやめてこの画質悪めのやつにしました。昔の。そんなことあるんだね。よし、ではやっていきます。今日も今日とて、お母さんがありがとう。猫ちゃん、アイス猫ちゃんありがとう。ちょっとなんか顔色悪くない？私メイク、今日からまた劇場のさ、ラストの一曲が変わりましたね。シアターの女神になったね。ようやく会えたね。こんな近い距離に素敵な君がいる。頑張ってるとみんなに聞いていたよ。メール抽選なかなか当たらずに、チャランラン、君の夢ばかり見てた。ルルルル。可愛い、いい感じにできてきております。とっても可愛い。あ、ったどの曲が一番好きですか？劇場の楽曲でってことですか？劇場楽曲だったら、え、シャムネコとか好き。やらないかな。何公演でしたっけ、シャムネコって。
最終ベルが鳴る公演、絶対最終ベルが鳴るだよね、やるとしたら。さすがに。でもチーム K の公演の楽曲めっちゃ好きなんだよね私。え、めっちゃいい曲多くない？チーム K の公演ってさ。一生懸命作ってます。リセット公演もさ、リセットもいいし、彼女になれますかも最高だし、毒蜘蛛も最高だし、引っ越しましたも最高って考えたらいい曲がありすぎる。よし、作っていきますよ。よよ。最近パパが帰ってくるの早い。いいことですね。それはとても。でも今何時だ？ねえ、グーグル、今何時？時刻は23時15分です。別に早くないか。そんな早くなかった。どのパパ？ん？どういうこと？どのパパとは？父親以外パパいるんですか？なかなか当たらずにルンルン。パトロンって言いたかったのかな。ごめん、私あんまお金困ってない。まあお金困ってるからいるわけじゃないと思うけどね。
私にはファンのみんながいればそれで十分。ファンのみんな以外いらん。コミチュンクッキーがペンギンくれた、ありがとう、嬉しい。ちょなんか代筆しないと。なんか書きやすいペンなかったかな私。あれ、あ、和孝さん食べていっぱいありがとう、嬉しい。896日連続ありがとう。896日を迎えました。ちょっと髪ちっちゃいな。お、ブーくんがくまちゃんタワーありがとう、嬉しい。
明日は22時から23時にゲーム配信します。ゲーム今日から私もやり始めまして、前回ドゥームズデイをやったんですけど、それと多分同じ会社なのかな、ほぼやり方一緒です。前回のドゥームズデイのあのゾンビを倒すのがゾンビじゃなくなったバージョンで、同盟とかも組めて、でなんか同盟をそのファンの方だけ限定にするか一般公開するかがあって、あやなんさん一般公開したらそのファンの方じゃない方も普通にゲーム楽しんでる方、あやなんさんのこと知らなくても入れるから、だからファンの方2人しか入れなかったらしくて、その普通にゲームやってる方で埋まっちゃって枠が、だから私はちょっとファンの方限定にしているので、それを聞いて皆さん入ってください。課金はしなくて大丈夫です。ちょっと明日あの配信22時から23時にやるので、お待ちしております。レベル4までにしていただくと同盟に申請ができるので、そちらでお待ちしております。同盟のあれは0912です。0912、私の誕生日。あ、今コミさんのポストからダウンロードしてますって、ありがとう。そう、私の投稿からダウンロードしていただくとありがたいです。それだと確実に私の同盟のやつになる。ちゃんとよし、では作っていきましょう。明日は22時から23時です。ちょっと台本もあるちゃんとした配信なんですよ。すごいでしょ。なんか今年の生誕祭を9月から12月までに誕生日を迎えるメンバーはツアーでやりたいかみたいな感じの話をちょびっと聞いたんですけど、なんかツアーでやりたいっていうメンバー、私は劇場でやりたいので劇場でやります。なんかツアーだと多分映像ないからオンデマンド的なノリなのがないと思うので、本当に現地に来れた方しか一緒に楽しめないし、そう、多分モニターもないから本当劇場公演のオンデマンドないバージョンだから、私はオンデマンドも残したいから劇場でやりたいので、12月とかになるかな、最短で。
でもなんかちょうどよかったかも。私11月末を舞台入っててとか言ってさらっと告知めっちゃさらっと告知するやつ。11月末もう去年から決まってる舞台があるので、そもそもで12月頭までだからちょうど帰ってくるタイミングに劇場もオープンリニューアルが終わってるからさ、1月か12月にはやりたいな生誕祭と思ってます。うわかわいい、ミヨンとメグ。なんかショールームやってるとさ、いきなりなんか重要なことをさらっと言うからなんか見ないといけなくなるってファンの方が言ってて、今みたいなことだよねきっと。11月末舞台あるからとか劇場で生誕祭やりたい12月か1月にとかそういうことだよね。よし、危ねな。頑張れ。よいしょ。かわいい、この写真お気に入り。
かわいい懐かしい15期が。バランスがめちゃくちゃ難しいです。バランスが難しい。15期ページを作っておりまして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、よし、下から貼っていくスタイルにしよう。今日は15期ページを半分完成させようと思います。よいしょよいしょよいしょ。
おいしょ、おいしょ。もうめっちゃ早くから作り始めてるんですけど、そんなに思ったより時間ないもんね。もうあと、あれ？え、なにこれ？貼れないんだけど。終わった？終わってないわ。なんか貼れない。お、え、なにこれ？なんで？どういうこと？もう分かった。テープがつけれないということは、台紙の方にテープを貼っちゃえばいいんだ。両面テープを。こっちに貼ればいいんだね。理解した。よし、これでどうだ。うんうんうん、いいんじゃないですか。台紙の方にテープを貼るっていうあれを思いつきました。私は。よし、これで。いい感じです。目がしょぼしょぼしてきた。よし、これで。これも貼って、あとこれも貼って、うんうんうん、いい感じです。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これで、これでこう、こうかな。うん、めっちゃかわいい。とっても良きです。かわいい最近の写真。
大変だけどこれを切っていきます。かわいい。切るとめっちゃかわいい。バランスが難しい。難しすぎる。まあこれかな。これしかないよな。こうだよな。バランスが激ムズです。自分で作りながら。難しいけどこれだよねっていう感じなので、もう信じてやります。15ページ1ページ30分から1時間かかってるよね毎回。終わっております。いやでもすごい可愛いんじゃないかな。これに数字の15っていうシールを貼ります。5期。ああちょっと斜めちゃったよ。どうだ。むずい。このバランスが一番むずい。むずい。5のバランスが難しすぎる。なんだなんだ。
まあって感じ。まあ、ちょっと今日で15期のページを見開き2ページ終わらせるのはさすがに無理なので、一旦今日は片っぽだけやります。にゃっ、一旦今日は片っぽだけやって、よし、いちごシール大活躍。細かい作業で目が、目がチカチカする、目がやばいです、チカチカです。
かわいい。どうですか？15ページです。かわいい、かわいいんじゃないかな。目が開かないけれど。え、めっちゃかわいい気がする。めっちゃかわいくない？目どうしたの？いや、目は細かい作業すぎて疲れたってだけ。え、かわいい。ただなんかバランスがむずくて、もうちょい増やした方がいいかな、1号みたいな気にもなってくる。ちょっともうちょっとだけ、このね、1号ね、切って貼ってるんですよ。こうやってなんか端っこの方まで貼りたくて、なんか見切れてるよみたいないうあれで。ふんふん。ってなったらここも欲しい？ここはいい？めっちゃ可愛いんじゃないかな。めっちゃ可愛い。私が欲しい。アミの時もそうだったけど、見て、可愛すぎない？私が欲しいわ。可愛い、めっちゃ。ちょっと最高、いい出来。いい出来、いい出来。これを貼ります。よし、このページはもうこれで完成。かわいい、とてもかわいい。嬉しい、最高。これを似たような感じでもう半分の同期のやつを貼って、15ページは完成。あ、やばい、あと3分。早い、あっという間。じゃん、ぶーくん、こみはるカラーのくまちゃんアイスタワー、ありがとう。いい夢見てね。ありがとう、ブーくん。ではあっという間に、もうあと3分ということで、目が開かなくなりました。ランキングを読みたいと思います。明日は22時から23時にゲーム配信するので、皆さん同盟申請よろしくお願いします。私の誕生日0912です、同盟ナンバーは。では13位、小さな恋のメロディーさん、12位シンシン先生、11位バサシ、10位クロ、9位マックスエイトさん、8位仮面ライダーブラックさん、7位プロちゃん、6位コミチュンクッキー、5位大輝くん、4位春剣、3位カズタカさん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう。私は今ゲームのレベル上げを頑張っております。では皆さんありがとうございました。また明日。おやすみなさい。明日22時からショールーム。